エペックスの時間です。いや落ち着いていきましょう。落ち着いて、だって一回深呼吸していい？いや、なんかメンタルがマイナスの時は元気の方がいいじゃないですか。元気にやった方が。いや、洗脳されてますよそれ。いや違うんですよ。いや、わかるわかるよ。その元気な人と一緒にいれば元気になるじゃんって言うけど、はい、あいつらなんか例えば、いや、はい、運動すれば元気になるよとか、はいはいはい、つけたら元気になるよとか、なんかよくわかんないことしか言わないんですよ。でも明るい方が楽しいじゃないですか。いや無理なの。無理ってね。そうできたらしてるから。いや、でも明るい方が明るい方が楽しいですよ。ちょっと待って。じゃあちょっと楽しいこと考えましょう。じゃあ楽しいことって何ですか。楽しい、今楽しい、エーペックス楽しい。初音さん何使うんすか。初音さん何使おうかな。初音さんレイス使いますね。おお、来たレイスだ、うん、見て見て、やちさんと一緒。やちだ。やちおる。いや、ちょっと一回元気になってみようかな。一回元気で、一回元気で、一回コマちゃんちょっと回転するエーペックス。よし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 、優勝するぞ。いや楽しいですね、エーペックスレジェンズ。いや優勝優勝。やっぱ人いるとこ行きましょう。やっぱね、暗い時は人に会うのが。オッケー。私声震えてるんだけど。どうしてむしゃむしゃぶるむしゃぶる。あ、むしゃぶるしてる。いやーやばふー。あ、めっちゃいっぱいいる人。すげえすげえ、いっぱい殺せるよ。あー紫穴欲しい。紫穴俺の、あ、取れなかった。あるあるある。いやいや、まだいけるまだいける。おー待って、お前さよなら。は？あ、あ、ダメだこれ。なんもないわこっち。ダメじゃない。いや、いけるいけるいける。いけない。てか、マジマジでマジで武器ねえな、ほぼ。キャッパーッ。ピンコンがうるさい。あれ、なんかすげえ、すごいうるさい。メトロノーム、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 これ。あー、メトロノームやってんの。やっぱ発光した方が元気そうかなと思って。オッケーオッケー。あ、いるいる、左側いる。走れ、走れ、走れ、走れ。早く走れ、早く走れ。いいのかな、これ。いや、起こせる、起こせる、起こせる。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、これ、縦になってる。このチャンネルできる。ナイス、ナイス、ナイス。あ、でも、戦ってる、戦ってる、戦ってる、まだ。あ、道化が止まらない。もう、心臓が一番元気は。心臓がまず元気。いいねー。ふぅ。大丈夫大丈夫、全部やっちゃおう。あった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 。オッケー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 。俺ら強いからな。あ、私が一番強いから大丈夫。倒すぞ。発め強いからな。やばい。左割った。左左割ってる、左割ってる、左割ってる。な、なんかなんか戦ってるぞこいつら。なになになに、どういうこと。ジム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 いる。なんかジムやった、ジムやった。もう一人もう一人、なんかブラ入る。父ちゃんこのレースはやってくれ。私弾がないんだ。このごめん、この違う、発明たちごめん、これ一回俺下落ちた。ここいる、ここいる、ここいる。あ、これいけるわ、私やりいくね。オッケーオッケーオッケー、俺巻いたからとりあえず行く。あー、無理。おぉ、待って、めっちゃロー、めっちゃロー、そこ。オッケーオッケー。この裏、この裏、この裏。やった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 。ナイスです。なんとかなった。やっぱ元気良ければ何でもできんな、マジで。元気良かったからだよこれ。か、うん、でも心の中に家賃買うべきだな。いやいや、マジそれ。心の中に家賃一人いれば全然変わる、マジで。無理だ無理無理無理だよ。ダメダメダメ、無理って言ったら無理になる。無理は嘘つきの言葉だよ。無理って言うから無理になる。だから無理って言わなければ絶対大丈夫、何でもできる。のテンションが無理って感じ。なんかなんかよさよさしい。大丈夫大丈夫、無理に元気って感じ。クンさんもそっち側行っちゃったんだ。気持ちいい。クンさんもそのうちメンヘラは筋トレすれば治るよとか言い始めちゃうのかな。よし、ジム作るか。俺もジム作っちゃうのかな。俺もジム作るか。何がいいかな、名前。なんか何か乗り越えたいから、何か超えるって意味でビヨンドジムとかどうかな。なるほど、何かを超えてくぜっていう感じの強い意志。やっぱ初音さんやっぱ筋トレっすよ、やっぱり、うん、いや私本当にメンヘラに対して筋トレっていうやつ一番世界で苦手なんですよね。いや筋トレっすよそこは。いや鍛えられるもんじゃねえからな。多分ヤチは別に筋トレしてああなったわけではない、多分。それは言える。ヤチは多分でもなんか動けばなんとかなるよって言いそう。あー確かに、外に出たら変わるよとか言い出しそう。言い出しそうな感じはする、確かに。なんかさ、外に出たら変わるよって言ってくれるのはいいんですよ。じゃあお前が一緒に出てくれよと思うんですよね、いつも。多分ヤチは出てくれそうだよ。ヤチ多分出てくれそうだよ。一緒に出てくれるなら、私めっちゃヤチちゃんのこと好き。いや、出てくれると思う。多分遊び行こうって言ったら、いいよ、いいよとかって普通に来そうな気がするけど。だから行くから一緒に行こうとか言われたら、なんでやるのとかめっちゃ聞いてきそう。
や、まあ、いやなんかさ、ああいうタイプの人って極端なんですよ。なんか本当に分かんないか、めちゃめちゃ分かってくれるかの二択で、なんかその本当に分からないタイプか、分かった、じゃあ今から海行こうとか言ってくれるタイプ。あ、そういうタイプな気がする。ここいるよ。さて、エイムがブレる。ふくさん、それ無理。私、うん、大丈夫大丈夫。ウルト投げた、ウルト投げた。オッケーオッケー。奥まで引いた、奥まで引いた。中、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 もう。はーい。そこにいない。あ、上、上、上。クンさん、上、2枚。え、外に奥さんいます。奥さん、これ1人。いやー、死ぬ。いやー、マジか。ごめん。いやー、惜しかった。次頑張ろうぜ。次頑張ろうぜ。うわー、惜しかったなー、マジで。いやー、みんな強かったよねー。このも、初めも。めっちゃ強かったー。あー、いや、強かったけど、ちょっともうちょっとだったなぁ。次優勝絶対できるっしょ。頑張ろうぜ。ともちゃん、辛くなったらいつでも連絡してきてね。はい。うん、もう、くんさん嫌だってなったら、私と一緒に遊ぼう。いや、もう50人くらいとこのノリでもうやるから、もう明日から。え、じゃあ、はつめさんと短歌答えてください。今日はよろしくお願いしますっていうところから、みんなで50人くらいと始める8時になったら、みんなで朝礼みたいな感じで、今日は、まるまるを頑張りますって言って。嫌だ。で、コールみたいな。50人クラフトは陰キャの味方じゃなかったんですか。だからやっぱ筋トレかなっていう。ふぅ、ちょっと敵降りるとこ降りようぜ。殺したい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 。こっちの方が多いかな。多い多い多い。やば、やばい。ナンパ降りてんのこれ。え、今度じゃあ、私、やちちゃん誘ってもいいですか。何が。え、エーペックスやるとき、このちゃんと。あ、いいんじゃないですか。え、私も巻き込まれるのそれ。え。え、いや、お前、まあ、一人で私が死ぬわけにいかないから。巻き込まれんの。じゃあ死ぬのに私も。ナイス。ほぐし。下下下下下下。はいはいはい。いや、正面いる正面いる。あ、こっち。さん置いてかないで。ごめん、ベイスと戦ってる。やりやり、後ろ。ナイスナイス。なんか別パじゃね、これ。別パ来てんな。うわ、ちょっと待て。別パです。これはきつい。無理だろ。それは無理。ちょっとシビディスか。なんか胸のざわつきが止まらないんだけど、なんで。ああいう子が文化祭で頑張るんだよな。実行委員とか絶対やってるんだよな。ブツブツ何言ってんの。いや、ああいう子が同窓会の幹事になって。なんで。コノちゃんがなればいいじゃないか。いや、ああいうのって先生の指名だから。ああ、ああいう明るいタイプでみんなと仲いいタイプがなんかやるみたいなね。卒業証に関係するときに言われましたよ。今後はメディアで頑張ってねって。これしてる感じ。YouTube っていうメディアでね。メディアで みんなのクラスの前のみんなの前で、今後はメディアで頑張ってねって。みんなの前で言ったの。そうっすよ。え、すごい、ね、クンキッズ先生すごいね。バカにされてる、マジで。バカにされてる。すごいね、メディアで頑張れか。なかなかいいね。俺にならないでねって別れ際言われたし。なんか基本引きこもりみたいな言い方っすね、なんか。なんか悪いっすよね。なんか殴られる気がする。やだ。うわ、ごめん、一発。マスティフ2本あるこいつら。終わった。人権も人なんで。あ、針ついてくんなよ。なんで初動から人権あんだよ。なんでそれもいっぱい武器持ってんの。いや、しかもマスティフ2本だよこいつら、それぞれで。次行くぞー。あー。はい。は、なんでそこで乗ってこないの。はい、乗ってくるだろお前そこは。はい、すいません。ダッサスキン。なんかいいっしょ、このピンク色みたいな。島村で買った服って。イメージは成金中国人みたいな感じ。あー、理想。原色多めの、うん、シュプリームみたいなノリね。うん、そういうノリっす。あれ、全身シュプリームってどこ行ったんですか。あれ、んなんか、いつか、このちゃん。あれ、あ、このちゃん。このちゃん。何もない。何もない。何もないっす。食べましょう。うん、何もない。このちゃん、配信のコメント見てる？見てないですよ。
このいつもでもマインクラフトの時コメントを右下に表示させてさせながらやってる。ぴったり重ねてますよ私、クンさんの配信画面って自分のマイクラ。最悪でなコメントでなんか評判良くなかったらなんかしょんぼりしだすんでしょ。いやでも聞いてください、最近私結構元気ですよ、頑張ってますよ。いいね。あーでも最近確かにそうだね。さっきもおぱしさんと組んだからアンチ DM がバカバカ来たけど全然元気ですよ。あれだよ、僕たちがやちさんと変わってきてからなんかやちがいないともう無理、こいつらもう無理ってずっと言われてるよ私たち。変わります？いやいや、やめよっか、いや、まあ、やめよっか、なんかとりあえず一本取ってもろて。いやいや、いいよもう、やめよ、もういいよ、いいよもう二人でやろう、いいよもう、呼ばなきゃよかったね。何もない、何もない俺やちちゃんよりゲームも下手で喋りもできなくて何のために生きてるんだろうね。あれそれ私くさくさ、いや、はい、いや、なんか何もない、何もない。お金、それ、追い打ち、それ追い打ち、お金稼ぐだけ稼いでも税金でめっちゃ持って帰るし。あのさ、あのさ、俺ちょっとさ、発明の面白い、発明が税金払うっていうのをさ聞いてたからさ、発明のなんか欲しいものは非課税で5000兆円ってのめっちゃ面白い。あれクソおもろかった。あれ俺なんか税金払うって話を前聞いてたから、そろそろ税金がどうだこうだみたいな話聞いてたから、非課税でって書いてあって、あ、これ税金で食らってんなって思った。いやもう本当に無理になっちゃった。今日税金払ったんですけど何のために働いてるの。税金払う瞬間ってマジできつくない？俺もね最近税金払ったんだけどマジできつい、払う瞬間。あの銀行の人に、あ、すいませんっていう時めちゃめちゃ声震えてたもん。なんかさ、あの納付書みたいなの書くときに金額書くじゃん。そうそう、あの金額を書く、その金額欄に数字を書くのがめちゃくちゃしんどい。いやそう、なんかこれどこから始めればいいんだろうっていうのがなんか苦しかった。家賃呼びます？家賃呼んだら多分もっと変わります。無理だと思う。いや大丈夫大丈夫、優勝しよう。もう私家賃ちゃんに勝てることないよ何も。いや何があるの、なんか納税額とかしかないよ。納税額勝った、はいはい勝ち、はい、納税額勝ったしかない。まあ納税額勝ったし、あと何がある、あとは髪の毛がある。やつはないから。ないわけじゃない、別に。ちなみにないわけじゃない。あのしかもなんなら剃ったの半年ぐらい前だから。そうそう、もうあれ、なんで剃ったんですか。なんかそのなんか面白いことしようってなって、なんかスキンヘッドにしたらって言って冗談で言ってたら本当にしてみたねみたいな感じらしい。友達が冗談で言ったのを本気でやったら面白いかなと思ったら面白かったっていう。なんかすごいね。ブリンゴ。いや無理、ごめん。名前。名前です。コメントでおつやかなって言われてます。いやおつやですよ。いやおつや、そうだったんですか。いやだから私たちは殺されたんです、ヤチに。あ、ヤチが殺だから今クンさんがおつやしてるんですよ今。あ、私クンさん、クンさんが悪いんだよ。そうですよ、あなたが持ち込んだんですよこの空気。あなたの責任。いや違う、やでもクンさんなら切り替えて僕たちに合わせてくれるかなって思ったのに、なんかわからない、わからない、私わからない。うるせえなマジでこいつねえ。あ、クネさんって結局参加キッズカップ誰と出るんですか。俺は、だからさっきのメンバーで、やち暇人で。あークネさんどうしよう、おっぱいさんとヒイラギさんなんですけど、私が希望したんですけど。でもあなたがやりたいっていうか。やりたいんだけどあまりにもうことすぎてどうすればいいかわからない。大丈夫だよ。いいじゃん、楽しいよ。コノも大物だから大丈夫だよ。うん、いやいや、だってソバルトよりツイッターのフォロワー多いんでしょ。ソバルトより多いし、あの、いや、この子動画再生のアベレージ高いよ、めっちゃ。いや、高いよ。え、相当だよ。私、たまにコノちゃんの動画の再生数見て、ちょっと心辛くなる。コノヨシコは高いよ、二人とも。高い。あの二人、この二人は。動画ちゃんと真面目に作ってるからな。うん、なんかいいカバン買ってたしな。買ってた、ちゃんと見られてんだ。いいカバン買ってたしな。カバン買ったって動画で収益回収できるの強いよな。使った金戻ってくるんだもんな。タイトル50人クラフト大好きっての知ってる。いや分かる。ちゃんと感謝を伝えてる。面白い。感謝の気持ちは感謝の気持ちは伝えてる一応。伝えてます。このさん稼いでますね。
スーってなんですか、スーって。ガス漏れの音です。ガス漏れコノさんってあのバッグ何個分ぐらい月稼いでるんですか。いや果汁グミしかもらってないです、 YouTube から。ああ、そうなんだ。まだ収益化通ってないんだ、もしかして。あ、収益化通ってないですね。ああ、すっげえ。ほら、歌ってみたとか、ほら、ダメじゃないですか。ああ、確かにね。そう。そう、あのスパチャも、私が投げてる。ああ、自作自演で投げてんのか。そう。ああ、なるほどね。投げてる。じゃあ、いっぱいメンバーシップ入って、なんか、コノになんか貢献しないと、ね。それも全部私。え、全部なんか100人以上いるんじゃなかったっけ。いや、いませんよ。いません。3人ぐらい。ああ、なるほどね。お母さんと妹と犬。ああ、犬のアカウントあるんだ。すごいね。犬の Google アカウントあるんだね。ああ、ありますね。やばい。本当に一回病院行った方がいいわ。すごいな。50人クラフト大生ドルガマのなんか箱を見せながらってすごい、すごいよな、なんかもう。でもちょっとタイトル良くないですか。タイトル最高。大好きって言いながらハイブランドのバッグ紹介するっていう、なんかこの舐め腐った感じが良くないですか。いいですね。クンキッズっぽい感じがします。これは大学で使うんですか。これ入れてくんですか、何か。いや、さすがに大学はもう全部オンライン。あ、そうか。じゃあ友達と遊びに、大学の友達と遊びに行く時とかこれ使うんですか。友達。ああ。おーん。やりますか。やりましょう。ちゃんと気使ってるんですよ、私。ズーム授業でちゃんとヘッドセットつけないで、ちゃんとわざわざイヤホン買って、うん、ちゃんとバレないようにしてる。なんでヘッドセットつけないってどういうこと。いや、ヘッドセットはやばくないですか。ズーム授業でヘッドセット。え、でもさ、あのこれ、うん、背景ってコノなんだよ。コノのこのお家なんでしょ。うん、もうわかんじゃん。あの声とかで喋ったりするの、ズーム授業って。しますよ、します。え、じゃあ、あのバレるじゃん。え、もうてかもう一瞬怖いんですよ。一瞬コノですって言っちゃいそうになるんですよ。え、いいじゃん。コノですって言えばいいじゃん。つけ叩きながら、うん、そう、コノですダンダンって。絶対スクショ取られるよ、これコノちゃんだよっつって。うわ、見バレは絶対にせん方がいいぞ。もう遅いです。いや、初音さん、実はもういろいろ遅いんです。いや、実はもういい、見バレしてもいいけど、うん、例えば地元の友達とか誰かにこれ誰々だよとか言われてもいいけど、自分から絶対に開示しない方がいいよ。自分から開示してないんですよ。あ、でも何かがあって、例えば、うん、もう本名バレちゃったから、うん、私岡村すずねですとか名乗るのはマジでやめた方がいい。あの、心が死んだ時に宅急便受け取るのも怖くなるから。あ、だって宅急便の人ってさ、書いてある名前わかるんだよ。病院とか行く時も、岡村さん、岡村すずねさんって呼ばれた時ちょっとビクってなるんだよ。レストランでもそうだよ。そのままこの先何十年も生きてくんだぞ、このちゃん。お店は竹本留学しよう。お店は病院がマジで一番ガオフだからね。なんか絶対にフルネームで呼ばれるから、病院って取り違えないようにするためね。そう、不特定多数の人がいる中で本名を呼ばれて、なんかその時チラッとこっち見た人がいたりすると動機すごいから、マジで気をつけてほうがいい。はー、お願いだから、これ以上悲しい人間を増やしたくないんだよ、私は。でも気づいたんですよ、私最近。私50人クラフトしかないなと思って、最近。気づいたら趣味とか何にもなくて。いや、でもね、大学行っただけ偉いよ。やめないでね、お願いだから。いや、まあ。いや。やめないでね。いや、50人クラフトでお金稼げるし、いいやーと思ってたりとかして、やめちゃったら、何も残んなくなっちゃうよ、このさん。とりあえず卒業だけすればいいだけの話。そう、就職はしなくてもいいけど、まあね、だって、くんさん4年後動画撮ってるかわかんないよ。いや、多分それは撮ってる。いや、撮ってるかもしれないけど。4年後はさすがに撮ってる。引き戻せなくなっちゃうんだよ、このちゃん。日常すがらせて。でも、なんか、でも、50人クラフトに割と人生がベットされてる人が多いから、もうやめるにやめらんないなって気がするよね、なんか若干。西野くん死ぬ、多分、西野くんもう多分終わる。いろんな意味で。くんさんもうノアの箱舟を作っちゃったから、死ぬまでちゃんと全うしないとダメですよ。だって現実に生きれないもん、なんか何をしてるんだろうって気持ちになって、本当に友達作れない。でもまあ、ちゃんと見放してないから大丈夫だよ。ザニクラの話ってしていいんですか。まだダメですか。いや、まだやめたい。私もうワクワクでたまんないんですけど。いや、もうバカタレ。いや、なんかね、いや、初音さんね、こいつね、こういう風になんか、見バレがとか言って、うわーとかって言ってるけど、こいつアホなことをしようとしてるから、めちゃくちゃ。あの、めちゃくちゃバカだから、まあでも、まあ、50人クラフトの才能はある、かなり。なんかね、このムーブを見てると、俺やめらんないなって気がする、50人クラフト。
いやなんかね、もうやめるのはなんか許されなくなってきてしまう、なんかこのムーブを見ると。いや、私さ、だからさ、その高校生の時にリスナーにストーカーされたことがあるからさ、それきつい、それきついよな。めちゃめちゃこうなんか女の子だとなお不安になっちゃう。それも相手の人なんか40いくつの人で、年齢が高校生か、そう、高校の文化祭で後ろ振り返ったら見たことあるやつ立ってんだよ、男の。それも絶対こう文化祭にいない年のさ、あ、男の人が一人で立っとって。初音さんってなんかオフの仕事が結構多いじゃん。だからなおさら怖いしさ、なんかストーカーもしやすいとかする動機になりやすいよね。出現するから、いろんなところに一生引きこもってよ。なんか例えばじゃあ弁護士さんに何かをお願いするときに、なんか自分のことをまずでちゃんと全部話さなきゃいけないの。でこれって本当のことですかって聞かれるんだよ。例えばその SNS の悪口とかを全部目の前で読み上げられて、これって本当のことですか、どこまでが嘘でどこまでが本当なんですかって話さなきゃいけないの。SNS のね、まあ、誹謗中傷とか、そう、うんうん、それで私一回メンタルぶっ壊れた時があるから、すごい不安になっちゃう。このちゃん見てると自分と同じ思いするのかな、このちゃんもって。気使ってますよ。新刊で写真撮ろうってやった時に、え、これ SNS 載せるんですかって。いや、載せるんだけど、ちょっとそれは NG なんだけど。あ、でも偉い、そんなことない。偉い、 NG ってなんだよ。NG って何。明らかになんかこいつやってんだなみたいな感じだ。あ、いいじゃん、宗教上の理由で写真撮れないでよくない。え、それ友達本当にできなくなっちゃうじゃないですか。大丈夫それ。大丈夫じゃないと思う俺は。宗教上の理由で写真撮れないや、ごめんでよくね。あ、バルネ飛んできた、飛んできた、飛んできた、ね、くんさんここいる、これ降りた。これ一人だけだよ、やってもいい。降りるよ。上がった、わった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 、ナイス。やったいるよ、上がったところ。泡来てないの。うわー、やったあと下、上がってきたところ軽っ。めっちゃロー、やったです。ふぅ、あ、来てる、ベッパー。ここ来て逃げるの。あ、無理だ、ごめんなさい、逃げて。いや、これ相当無理だけどね。無理。このちゃん元気？大丈夫？オッケー、元気！いっこ。わあ、すげえ。おもじさん置いてこ？二人で仲良くお話しよう。そうですね。あの、やちさんのツイート読み上げます。17分前、はい、楽しすぎてお風呂で飛び跳ねた、わら。25分前、楽しすぎた。頭打てや！5時間前、頭痛い、バファリン欲しい、びっくりマーク。かわいい。体調悪いんだけど元気なんだよ。頭悪くても超元気。いや、わかんない。頭悪くても超元気。すごい。素直に生きるの大切って思ってる。いや、もう素直なんだよな、それをツイートできるのが。いや、もうそう、確かに。ツイートできる素直さが欲しい。確かに、それをツイートできるのがもうすでに素直だから。いやー、これは就職できるわ、マジで。え、なんか、家賃落としたやつ何考えてんだって思うけどね。なんか、めちゃめちゃ元気。なんか、素直だし、仕事なんとかなりそうだしな。やちの方が年上なのに、なんかやちの方にしかなんか純粋さを感じらんない。大丈夫、私22歳で実家暮らしだから、ヨンさんより入れもないから。ま、あの、もう合わないそいつ。やりナイス。入れ。いや、中いる。うわぁ、待って、すぐ切ります。あ、やばい、中マジかー、割り多分絶対逃げられない。弾がないんだよな、ごめん。うまい、ジジイ